車を改造せずにはいられない重症患者の皆さん、こんにちは。改造車ジャーナリスト土井パフォーマンスです。今回はいよいよこのブラバスシグネチャーナイトの様子をお届けしたいと思います。で、今回私の手元にこんなのが届いております。これ開けてみましょう。なんと招待カードで、しかもこれ箱もすごいんですけど、なんと全部この名前とシリアル入り、しかもこのカードが金属製ということで、めちゃくちゃお金がかかってる匂いがプンプン出しております。そしてですね、会場前にはもう早速車がこんな感じで並んでて、まあおなじみのタイカンだったりだとか、あとは V クラス、多分新しいヤローキットじゃないかなと思います。それ組んだのがあったり、あとは XLP トラックになってるやつですね、これがあったりだとか、あとは注目はあちらです。ベールがかかってる車種、これが多分発表になるんじゃないかなと思いますので、それをいち早くお届けしたいと思います。そしてですね、今回はなんとレッドカーペットがあって、世界中から約800人ぐらい関係者だったりだとか、まあ、重症患者の皆さんが来院されるということで、その様子もしっかりお届けしたいと思います。お楽しみに。こんな感じで、この辺は世界中のディーラーの方々なんですけれども、いたちなみに今回おなじみ岡くんと土方店長と東京店の池田くんも参加しております。で、岡くんのドレスコードは、まあ、今回黒を着てくるということなんで黒のポロシャツから黒のポロシャツから、はい、パンパン、これ入れるの？わかんない、はい、止められたらちょっとね、止められたらちょっとホテルで着替えに行こう。そう、じゃあそろそろ時間みたいなんで中に入りたいと思います。もう本当にすごい人、多分ほとんどが招待客じゃないかなと。ディーラーは多分100人ぐらいなので、すごい招待客の数です。で、このレッドカーペット、こんな映画のなんかそういうのでしか見たことない映画祭みたいな、はい、VIP で、さっきのカードはこうやってこれに、はい、ネームタグと交換してもらえて、で、さっきのカードも記念品としてもらえるということで、なんか潜入したいと思います。で、もうこの大きい施設なんですけど、もう人が入りきらないぐらいたくさん、今もう会場の中に移動しちゃったみたいなんですけど、さっきここパンパンだったぐらい人がたくさんです。そして岡くんは今回このブラバスのサプライズの後に岡サプライズが控えてるということで、それはじゃあ日本に帰ってからのお楽しみということで、帰ってから言う、はい、いよいよ中に潜入いたします。もう去年と全然スタイルが違うんで、僕らも全然勝手が分かってないんですけど、おそらくなんですけど今回もファッションショー形式で車と新しいアパレルの発表になるんじゃないかなとは思うんですけど、あ、こういう感じですね。はい、じゃあちょっとどこかに陣取ってこのショーをお届けしたいと思います。現社長コンスタンティン・ブラバスが今撮影中でございます。ティファニーの靴、あのインスタの靴だ。あ、本当だ。ちょっと後で一緒に写真撮れたら写真撮りたいと思います。おお、暗くなった、暗くなった。
最後に社長が再び登場しました。どうだった？いや、良かったね。レンジと992のワイドと、あとまあ現実見ないけど 6x6 は良かったね。かなりのサプライズでした。すごい、あれはかっこよかった。ヒゲちゃんどうだった？最高でした。992のワイドボディ結構衝撃でかかった。外で多分詳しく見れると思いますので見に行きましょう。まずぜひ。さあ隣の会場に移動していよいよ車が近くで見れます。EQS この辺はマスターピースなんで多分内装真似されました。え、真似されたっす。うちのカメラマンと似た感じの、はい、トリムの感じ。ロケットが使われております。マスターピース、全部張り替え。あ、でもカーペットまではそれ張り替えてない感じですね。シートだったりダッシュボードが張り替えられてる AQS。 そして大本命もういきなり見に行っちゃいましょう。レンジローバーこちらでございます。ブラバス600っていう名前になっております。これはパーツ構成的にはカーボンパーツが追加されてリップと、はい、こんな感じです。そして前のレンジエンブレムはブラバスに変わってると。そしてホイールもブラバスのマルチスポーク。そしてレンジもこれ内装全部張り替えられております。こんな感じ。すごい、もうちょっと人だかりで取れないですね。今回は招待客が前回の3倍ぐらい多分入ってる感じなんで、ドアだったりも全部張り替えられてます。あ、これ全部カーペットまで全部張り替えられるって感じですね。こんな感じです。天井まで全部張り替えられて、サプライズの2台目こちら992のワイドボディ、その名もブラバスロケット 900R。 992のターボベースでなんとフルバンパー交換ですね。これすげー、めちゃくちゃ大型のダクト、カーボン製のバンパーじゃないかな、これ一体なんて。下側だけか。そしてエアロテスト形状の新作のホイールセンターロックと、内装も当然張り替えられてて、だいぶワイドになってる気がします。多分純正ラインがこのダクトの手前ぐらいなんで、かなりどんくらいだろう、4センチぐらいワイドになってるんじゃないかな。リアに関してはもう大型のダクトがついて、そして注目なのはこの後ろの部分ですね。これフェンダーもすごいな、めちゃくちゃワイドでダクテールとか。これ電動ローイングどうなってるんですかね。殺してあるんですかね。多分殺してあるんでしょうね。そして900なんで、おそらく900馬力になってるんじゃなかろうかと思います。マオク25ということで世界限定25台の車です。これどういう処理になってるでしょう。これも今日発表されたんで、あ、これ被せるタイプですね。あ、そうだ、1枚しっかり被せてあってこの分ワイドになります。ステアリングはこのちょっとクラシカルなブラバスのレザーで、全部カーペットまで全部張り替え、キックパネルも張り替えてある。そしてドアも全部張り替えられてる。基本的にポルシェのレザーってツルツルだから、この支部があるレザーすごい新鮮ですね、はい、そしてかなりサプライズになったんじゃないかなっていう新型の SL63。 このホイールを見て多分みんなピンとくる人もいるんじゃないでしょうか。このこの2か2か2のリバイバル。これも内装が全部張り替えられてて、全部ブラバス仕様に。だからこれすごいっすね。で、ここもなんとこのトロカマル、ここも全部張り替えられてる。もうちょっと分かりやすくお届けしたいんですけど、ちょっととにかく人がすごすぎて撮れないです。まあ、公式のが間もなく出ると思いますね。雰囲気だけ最後、じゃあこちらをお届け してショーの雰囲気は終わりにしましょう。なんとまだメーカーでも出してない 6x6 をブラバスが出してくると。ご覧ください。
ドクリン、すごい。リアに関してはこれツインショックっすね。そして荷台はこんな感じで、普通のピックアップトラックぐらいの荷台の大きさです。そして中はゲレンデなんで同じように全部張り替えられてます。全部張り替え、ここも全部張り替え、ここもこの刺繍と新しいステッチでドラバスロゴも入ってて、やっぱりドアポケットの中も全部張り替えられてて、でダッシュボードも全部張り替えられてます。すごい。そして電動のサイドステップもドラバス仕様。そしてベース車両900ですね。エンジンまで手を入れてある900馬力のエンジン、これが乗っかってます。これはちょっとさすがに日本じゃ乗れないかなという気はしますけど、注目度 120% じゃないでしょうか。まあ、他にも AMGGT 4ドアのインパフォーマンス930馬力とか、まあ、いろいろ見たい車はあるんですけれども、こんな感じで終わりにしたいと思います。ちょっとショーはまだまだ続きますんで、まあ、しっかり写真だったりを撮っていろんなところでお届けしたいと思います。さあ、というわけでブラバスシグネチャーナイトの様子をお届けしました。まあ、終始爆音でなかなか聞き取りづらいシーンもあったかと思うんですけれども、まあ、今回発表されたものに関してはオフィシャルの方でいろいろ出てくると思いますので、ぜひチェックしてみてください。まあ、正直かなり印象に残ったのは SL かなと。まさかの先代社長ボードブッシュマン仕様で、まあ、25台限定かなということで、非常に希少な車になってくると思うんですけど、内装も昔のちょっと脂肪が大きいレザーで張り替えられて、モノブロック2かな仕様の単造ホイール、そしてローダウン真っ黒黒というめちゃくちゃ渋い仕様の1台が僕個人的にはかなり印象的でした。というわけで今後もブラバスかなり目が離せない存在になるんじゃないでしょうか。というわけでこういった面白いもの、新しいものを発信していけますので、モンドチャンネル、チャンネル登録と各種 SNS のフォローよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。Took you out and showed you the city. How'd you let somebody so pretty's what they